いっす。途中からだけど、まあ本当取る気なかったけど、思いのが調子良かったから。そうスプラトゥーンコラボやりながらやってるんだけど、音楽陽キャのノリがなかなか、陽キャのノリがなかなか理解できなくて、このスプラトゥーン、まあ、陽キャというかこの任天堂の中の陽キャのノリが、ね、あんまり理解できなくて、それを理解してるけど、やはり俺にこのノリはきついのか。見てくれ、よし、いった、100。ちょっとこの陽キャのノリがスペシャルテーマ獲得しました。カスタマイズ変更できます。よし、やめよう。ちょっと今の一瞬で分かったでしょ、スプラトゥーンの陽キャのノリを。いやね、任天堂、まあ、ゲーマーなんて旗から見えたみんな陰キャだけどさ、任天堂なんて旗から見えたみんな陰キャだけど、その中でもさらに陰キャの陽キャに分けるとしたら、まあ、やっぱスプラっていうのは陽キャのノリだよ。おい、変わんねえのかよ。変わんねえのかよ、くそ。そうか、このキャンペーン中は絶対これでやんないといけないんだ。まあいっか、せっかく作ってくれたわけだしな、任天堂の人たちが。で、仕方ねえ、今日はこの陽キャのノリで、地獄で暴れ回るとするか。1位は取ってみたいな、このスキンで。このスキンで1位取るまでは、じゃあ帰れま10でやろうか。死人が出る。これが見えた、この絵図が見えた。で、悪くはないんだけど、雰囲気別に悪くはないし、全然嫌いじゃないんだけど、この随所に見られるこの陽キャのノリが、これ今のせいやみたいな、もうたぶん冗談で言ったりするけどさ、はいはいみたいな、それ嘲笑する立場だからさ、そういうの。でもすっきりこっち側に行けないんだ。交渉する立場なんだけど、冷笑する立場だから。ちょ、テトワンだけ取って。テトワンぐらい取らんとな、もうこのテーマで、このテーマのテトワンを、いや、なんか、まあ、その景色は見せないとっていう気持ちはちゃんと、これやっぱチャンネルマスターとして、チャンマスとして、お、生きがいいっすね、すごい生きがいい。せっやいいんだけど、別に音楽は決して悪くない、むしろいいわ。枝割れとるな、いい感じ。うん、あ、おせよ、だから来てくれたよ、だがよく来てくれた。よーし、おい、なんじゃお前ら狙いやがって。この間ぐらい、この間マジびっくりしたな、途中狙われて、なんかもうなんでこんな狙われるんだぐらいにしか思ってなかったけどさ、蓋開けたらものすごく絡まれてたって、やばい、びっくりした。俺はあの死闘をくぐり抜けてきたの、詳しくはしんすけのテトリス第28話ご参照ください。コミックスのカテゴリー
もしくはコミックスを買ってくれ。おお、これもこれもこれでなかなか、これもなか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 のあれや。これは握手だったな。握手なぜ、ちょっとあなた、よし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 、なあ、しぶてえなこいつら、おめえら、おめえらしぶてえな、息がいいな、おいマジ息がいいぞこれこいつら。よし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 、これがあるテトリスみたいな。おい、しぶってしつけ、ごまみか、許さんこいつ、さっきからようやく死んだよ。まだ誰か、だがおめえの魂を受け取ったら、確かに相手の魂を受け取って俺は生きてるわけだから、やっぱりそういう感謝しない。もうこういう時はね、もう詰めといてこういう時に変に待つな、あれを、あれを待つな、あれを待つな。うわ、何やってんだ、詰めて、こういう時にね、いたずらにこのあれを待つと、棒を待つとダメなんだよ、ガツンガツン落としちゃって、そういう時は。なんかさっきからずっと狙っとるやつ多いな、俺は。許さんぞ、絶対許さん、絶対に許さん。まあまあ慣れてきた、このままでいいな、このラップにも慣れてきた、ラップバトルに。おい、いいのかいいのかい、俺を狙って。おい、なんでバッチが一個もねえんだよ。ちょ、で、キス、やりすぎた。ダメだ、いやこれきつかったな、めちゃくちゃめっちゃきつかった今。なんだよこれ、なんか90とか80とか軒並みあるな、これ。なんか途中からずっときつくなかったこれ。腹立つ、腹立つわ。まあ言っても連休だからな、これやってるってことは、このキャンペーン内にいるってことは今連休だから、やっぱり連休中は猛者どもが集まってくるっていうことか。この流れ取るテトワンっていうのは結構価値がありそうだな、うん、
30ぐらいからずっと狙われてたような気がする。たまらんわ、ほんと。バッチを食いやい。1個もねえぞ。1個も中が。バッチが。チャットン1個も中が。バッチが。バッチ強かど。敵が。そこ開けてどうする。ダメだ。いや、やべえ、どうなってんだよこれ。20いって、頑張ってやってこれだからね。1プラス1イコール筋肉、謎の筋肉数学を使用してくるやつまで。まずいぞ、ほんと無理。今日1位になるの無理かもしれん。ならんまま終わるわ。 S プラスになる前に終わる。 S プラスって言うんでしょ、スプラトゥーンで強い人。やったことないけど、みんなに聞いたけど。おお、いいぞいいぞ。お前待っていた、まさしく。まさしくお前待っていた。悪くない悪くない、決して悪くない。悪くないやつがいいよ。まだ死んでくれ、頼むから死んでほしい。いやでも今日はね、本当になんていうか、ガチで強いやつ多い今日は。それはなんかランクから明らか、しかも何回やってもそうなんだから。もうスピードがこれだもんね、もはや。今10人だからね、予約で。いいっすね、いいっすね。よし、素晴らしい、素晴らしいの一言だこれは。よし、やば、コントロールもいい、コントロールも悪くない、制球も、テトリス制球もよく、トリス正規も悪くない。俺ですか。よし、一旦積むか。まだまだ必殺正規として。いや、そんなこと言ってる場合でもねえなこれ。決して。よし、マジで。ティースピンに消したいという欲望が。ここは一旦こうしよう。乗れたか。よし、なんとか。よし集中してるがゆえに何も喋れません、何も喋れませんけど、テッドワン取って、ここから脱出することの先。まだそれから、これがもう俺に残された使命と言って。いや、ちょっと弱いか。もうちょい行くべきだった。よし、よく見つけた、そこ。まだまだまだ。いや、なんか何がしてんの、これは。俺何がしたいんだ一体。俺何がしたいのか分からない。毎日何がしたいのかよく分からない。まあでもなんか勝ちそうな雰囲気あるんだよな、このまま。なんかそうじゃない、これちょっとなんか、よし、よろしかった。悪なんか大して面白くもない勝ち方です。まんまあでも勝ちは勝ちだわ、勝ちは勝ちだ。もらいました。これいくらもらえるの。265ポイント、カウンスト
クニオの HP ぐらいあるな。リキの HP ぐらいある。58、31、比較的しょがり感はあるけど、まあオカリン水木を倒したとなれば、オカリン水木を倒したとあればお前モモメロ、いや結構モサ倒してるでしょ。ほらオリオンも倒してるし、あのオリオンも、いやいや価値あるよこれ。ちょもう一回やるわ。なんか不完全燃焼だ。この後死ななきゃの話だ。この後死ななきゃの話だ。おお来るね。まあ悪くはない。突破ならこのバッジのはずだな。まあ、むしろいかんとな。え、ちょっと待って、これいけるか。さすがにこれ、あ、いうまいことやったな今。大丈夫、だいぶうまいことやってる。こうやってこうして、よし、だいぶうまいこと立ちまったよ。うまいこと立ちまったもんだ。おいお前ら、おお接近運だけで、運だけで戦況を切り開いていく。運だけじゃねえぞ、誰が運だけや。実力もあるよ、実力あるよ。おい、その実力も、来いよ。ぼっといわ、許されない。いやマジで、いやマジで、これ上見てみ、軒並み40以上だから、これ軒並み。いいね、今回なんか俺ずっと黙ってやってるけど、これかなり気持ちいいからな。これずっと黙ってるけど、無口を直す本を読んだ、無口を直す本を読んだ。ずっとカウンターカウンターでやれてるんだよね。あのさ、このぐらいでも切っちゃっていいのかもしれない。このぐらいのは多分いいと思う。環境にも、環境にもそっちの方が優しい。でもさ、他人によってこの積み上げられたブロックと自分で積み上げられたブロックだとさ、なんていうの、重みが違うじゃない。お金の価値が、価値が違うんだ。によってこう、あ、しまった、犯されたやつでさ、変な形してるから単純にその部分ピンチになりやすいんだよ。
なるべく自分主導でガンガン行った方が後の形が良くなりやすいっていうことなんです。メカニズムだと。と言ってる端から。マジで今日のやつら本当にマジでやべえな、めちゃくちゃしぶとだけど、これさすがに俺の勝ちだ。これを生き残れるやつはいない。この地獄何こいつら。ああ、まあさすがに結構深夜したけど、いや、ちょっと待って、ちょっと待って、いや、よし、よし、この地獄を乗り越えるやつはおらんだろう。よし、これ貯めてやる。まあでもこれ勝ったかな。死んでくれよ、このまま。このまま悪いことは言わん。このまま死ぬのはどうかね。取引と行こうじゃないか。死んでけ。悪いことは言わない。死んでおきたまえ。君にも家族がいるだろう。悪いことは言わない。君にも家族がいるだろう。死んでおきたまえ。これなかなかの激戦になりそうだな。面白い。面白い。俺これを待っていたのかもしれねえ。俺はこれを待っていたな。さては面白い。楽しんでいる戦いを、マジで俺戦いを楽しんでいる自分がいることに気づいた。ふと俺は自分の中の凶暴性に、皆さん、ね、自分の中の凶暴性に気づいたんだ。おお、これは覚醒。新助ついに覚醒か。自分の中の凶暴性に目覚めてしまう。気がつけば、気がつけば傍らに死体が転がっている。俺の傍らに、傍らに死体が転がっているやつだ。気がついた。気がついたら傍らに死体転がってるやつ。よし、終わりかね、終わりかね。シースケついに覚醒する。傍らに死体も転がる。ついに傍らに死体が転がるほどに、傍らに死体が転がらんとしている。一旦そこに。まずい。俺の死体が、いや、しかも立ちが悪い。いや、俺の死体、これがレッツだ。これ楽しんでいけ。本願するようになった。めっちゃ戦ってる。よし、なんだこれ、切り抜けたんだな。これが切おい、相手がミスしたから。としてもしや、もしあなたがミスしました。よっしゃ、スプラトゥーン面白いぜ。
これがスプラトゥーンか。コンパク読み、え、40だったのか。あんなに粘ってたのか。まあ、言うても俺もそんな変わらんか。俺もビギナーで。よし、日に2回のテッドワン。まあでも今回は結構実力が普通だったな。まあでもかなり気持ちよかった、今回。よし。まだまだ駆け上がるぜ。